はい。ではですね、あのー、今回、まあちょっと、あの、先手を打って勝利をつかむための、まあ、戦略立案ということで、えー、まあ、社長はですね、月に一度、紙とペンを持ってホテルにこもろうと、まあ、書いてあるわけなんですけど、まあ、別にね、絶対なんか、まあビジネスホテルでこもってとかっていうわけではないんですけども、まあ、皆さんですね、まあ、個人事業主、フリーランスとしてですね、やっぱり、起業家なわけですよね。で、起業家、いわゆる、まぁ、一人社長なわけですよ、言ってしまえばね。まあ、それは別に法人化している、していないに関わらずね。で、あのー、まあ、これはね、皆さんに言える話なんですけども、 ビジネスをですね、していく上ではですね、まあやっぱりみんな日々の、例えば何て言うんですか、まあいつも実践会、いつも学んでいただいている通り、インスタとか、まあ SNS だったりとか、コンセプトメイキングとか、結構やっぱ目先のですね、まあ業務とか、まあ作業にですね、えー、時間はやっぱ捉える。まあこれはもちろんやるべきことをやってるってことなので、大事な、えー、タスクではあるんだけども、それにあまりにですね、 集中してしまうことで、周りがやっぱ見えなくなったりとか、あの、全体ですよね。例えば、皆さんの場合だったらどうですかね。1年間で1000万稼ぐって決めたとしても、じゃあ、あのー、今年の例えばね、7月ぐらいになって、300万しか気づいたら売り上げ上がってなかったってなったら、もう気づいた時にはもう遅いわけですよね。まあ、残りのね、あの、4ヶ月で、じゃあ残り700万を開始するって、まあ、結構きつかったりするので、やっぱりまあ、 いわゆる、まあ、虫の目と鳥の目っていう、まあ、話があるんですけども、何かですね、戦略、まあ、いわゆる全体を俯瞰した戦略と、あと目の前の具体的な、まあ、例えば、ラインアップの配信だったりとか、えー、日々のその、まあ、集客面ですとか、まあ、フォロワーをどう何人増やすとかっていう、その虫の目の目の,目の前の直近の目標と、1ヶ月おきのこの目標、これをですね、やっぱ同時に考えていくっていうのが、まあ、今後結構ね、すごい重要になってくるだよっていう、まあ、話なんですね。 で、まあ、あの、以前こ、ね、ここに KPI の話、僕軽くしたと思うんですけど、皆さん覚えてますか ?KPI の話。これ前に僕が話したしちょっと引用して、わかりやすくまとめたものをちょっとここにサイアップしておきますので、あのー、結局、例えば、皆さんがね、月50万、例えば稼ぎたいよってなったとしたら、あのー、目標としてね、えー、何、いくらの商品を何本売らないといけないのかっていうとこからまず考えていくっていう話をしたと思います。まあ、逆算して、 えー、目標を細分化していこうと。じゃあ、50万って目標があったら、それを細分化していくとま、まず KPS の1。例えばね、単価が18万円の商品だったら、3本売れば54万いくよね。あ、50万いくよね。で、なるわけですよ。で、次にね、えー、じゃあ、18万の商品3本売るためには、え、何人の人にそもそも営業しないといけないのかとか、何人の人をセミナーに集めないといけないのか、っていう話になるわけですよ。ってなると、大体ま、10人電話つないだら、 まあ大体20万ぐらいだったら3本売れるよねっていうまあ計算になるのでまあ最低10人ぐらいは電話につながないといけないよな。これがまあ皆さんやるべき、えー、KPI その2になるわけですね。じゃあ電話に10人つなぐためには だいたい80リストから100リストぐらい必要だよね。じゃあ結論、だいたい80人から100人ぐらいを LINE で集めなきゃいけないよねっていう話になわけですよ。じゃあそのためには、インスタグラム、今フォロワーどうなのかなインスタからどれぐらいリスト落ちてるのかなっていうのを、まああの1週間おきにですね、チェックしながら確認をしていくっていうのが必要だよってお話をね、以前したと思います。で、これはですね、あの今回の話でいうところの、まあ目先の目標設定っていう話になるんですね。 で、ビジネスに成功するためには、これぜひ皆さんめちゃめちゃ重要なので覚えてほしいんですけれども、虫の目と、 鳥の目。これ両方持つっていうのがすごい重要なんですよね。まあこれはビジネスだけじゃなくて、まあ投資の世界とかも結構言われたりする話ではあるんですけども、まあ虫の目っていうのが今言ったこういう細かい目先の目標設定とか、まあこういったあたりになります。で、鳥の目っていうのはどういうことかっていうと、まあ例えばですね、まあ虫の目、まあ皆さん森の中にいるとしたときに、森ね、えー、森にまあ例えば遭遇して迷ってしまったと、もう受解で迷っちゃった、出口探さなきゃいけないってなったときに、 あの、自分が歩いてきたですね、まあ、キーだったりとか、道筋だったりとか、足跡とかをね、まあ、虫の目のようにして、ええー、まあ、確認しながら出口を探していく。まあ、こういうのは、まあ、虫の目といって、ええー、目先のものを手探りにして、出口を見つけていくと。で、鳥の目っていうのは、もう、 いわゆる鳥さんっていうのはもう森全体がね、ソロ飛べるわけですから、見えてるわけですよ。もうすべての全体が見えてる。その中で、まあ、方位とか方角とかをもとにして、ね、自分は今この辺にいるから、まあ、地理的に考えたらゴールはこの辺にあるだろうっていう、大まかなざっくりとした方向性を考えられる。これが大枠なんですよね。まあ、そういうのがまあ今回この戦略っていう話になります。で皆さんがいつもやってる、こう,いう例えば LINE で何リスト集めるとか、インスタでどうやってフォロワー増やそうっていうのは、戦術っていう話になるんですよね。 でその鳥の目の全体の方向性を考える、まあ、例えば年間で1000万稼ぐためには、大体1ヶ月あたり85万以上売り上げ毎月コンスタント上げないといけないよなっていうような、そういったざっくりとした戦略の部分、これは、まあ、鳥の目っていう話になるわけですね。で、なかなかですね、まあ、皆さん、僕はいつもこういう話をしてるので、虫の目はできるんですよ。でも鳥の目を逆に見失っちゃって、あのー、実は来本当はね、えー、再来月からちゃんとプロモーションかけていかなきゃいけない。 ってなったのになかなかねあの目先の作業が手一杯で追いつかないだったりとか、まあ、押してしまうとかですねってことは結構あったりするので自分があの1ヶ月ごとに今月はこれをやる。 来月もそうです。2月になったら今月はここをや重点的にやるとか、まあ、例えば春ぐらいからちょっと YouTube ちゃんと強化していこうかなとか、もう1年、2月は LINE のリストでリストビルディングと営業強化していこうかなっていうように自分の中で月ごとの目的っていうのをしっかりと意識した戦略っていうのを立てていただく必要があります。まあ、そのために、ねまあ結構僕これ、一人戦略会議っていうのをよくやってるんですけど、まあ、月にまあ多い時だと2、3回ね、まあ、やったりしてますと、まあ、最近あまりね旅行とか行ってないですけど、まあ、ホテルとかね、まあ、こもって、まあ、さっき僕が言った紙と 鉛筆を使って、まあ、僕はどっちかアナログなんでまし、あ、戦略を立てたりとか、まあ、1か月間で見た時に今月はどの業務に集中するのかっていうのをまあ考えるっていう意味ですね。例えば、えー、自分はもうとりあえず今はもうリストだからインスタだけをとにかく時間を割いてやるこれも一つの正解だと思うし、まあ、インスタもある程度余裕出てきたし まだちょっと時間の余裕があるから、じゃあ私はちょっと今月ツイッターもやってみようかなとか、まあこういう判断もその人にとっては正解だったりするわけですよ。まあこういうように全体を俯瞰したときに今月は自分はどこに注力すべきなのかっていうのをね、ちょっと考えていただく時間っていうのをですね、あの、取っていただくっていうのが、まあ結構ね、重要になってくるかなというふうにね、えー、思います。はい。で、まあそれができないとやっぱりね、あの行き当たりばったりの計画になっちゃって、えー、2021年気づいたら今年も終わっちゃったみたいなね、まあ全然売上立たなかったわ、みたいなね、目標達成できなかったわと。 で終わってしまいまいすのでそういうのを、ねあのー、考えていただきたいなと思います。なので、まあ、えー、月末までにあーと何リスト必要なのか、何フォロー集めないといけないのかっていう、まあ、この辺はですね、あのー、まあ、虫の目。 まあ、いわゆる戦術の部分ですね。で、逆に、まあ、ちょっと開業しておきましょうかね。今期あといくら売り上げが足りないのか、目標までね。とか、いつまでにね、えー、例えば来月はこのプロモーションやるから、それまでにちょっと営業の資料を完成させておこうかなとか、えー、今月に中にこの資料を完成させておこうみたいな。っていうのは、どっちかっていうと、その大枠の戦略の部分だったりとか、あの今月はこれに注力しようという、ちょっとね、えー、1ヶ月スパンで見た時の大まかな計画。これをね、分けて考えていただくっていうのがね、まあ、すごい重要かなというふうに思います。 はいでえー、とちなみにね、まあ、僕の場合とかであれば、まああのー、1ヶ月分のね、LINE の配信のスケジュール、例えば来月はこういう風な感じで行こうみたいなっていうのも、一応、2月の月末ぐらいにちょっと無料相談の募集を多めに持ってこようかなっていうのもです、ね、まあ、ざっくりと、まあ、中旬ぐらいに、えー、ライブを多めにやって、月末ぐらいで無料相談を多めに募集しようかなっていうのも、一応、ざっくり毎月ね、月初にこれ、僕絶対やってるんですけど、こういう1ヶ月間の LINE の配信をね、まあ、スケジュールを考えていただく。 っていう,ふうにです、ね、使っていただく点もいいと思いますし、まあ、あとはね、うちの場合であれば、まあ、これ2020年、まあ、ちょっとね、うちの売上げの、まあ、ちょっと。 一部ちょっとお見せさせていただくんですけども、あのー、まあ、10月うち決算だったわけですよ。まあ、で、まあ、今期大体、まあ、2億9、8000弱、まあ、約3億弱着地って感じだったんですけども、あのー、まあ、大体売上で言うと、ま、2500から3000万ぐらいずっと推移してて、で、まあ、10月にはま、大体2300万ぐらいだったんですよね。で、まあ、やっぱ今期ですね、やっぱりドカッとやっぱりね、あのー、売上げ上げていこうっていうところで、えー、10月のね、この結果を見たときに、1ヶ月ンで見たときに、どこの商品の、どこのサービスが一番利益 比率が高くて、えーまあ、プロモーションに力を入れていけばいいのかっていうふうな、まあ、いわゆる鳥の目でですね、まあ、戦略を考えて、でまあ、そこに関して、まあ、YouTube を強化していったりとか、まあ、LINE の配信をちょっと改善していったりっていうところを、ねえー、集中的にやったことで、まあ、結構11月とか、まあ、12月はまあ売り上げが、ねまあ、1000万近く多分これ上がってると思うんですけど、でまあ、12月もこんな感じと、で利益率もねどかっとうちも増えていって、 あのっていう感じでね、ああ好調できてるんですけど、こういうようにですね、1ヶ月間で見たときの、の目標が芳しくなかったら、じゃあ来月はどういうふうな戦略でいくのかっていう、まず外側から考えていって、そのために例えば、あ、YouTube 弱いなとか、インスタ弱いなと思ったら、じゃあちょっとインスタを多めにちょっと時間を割くかとかっていう形で、すべてですね、1ヶ月間で物事をまあ考えていただくと、そこから逆算しての1週間ごとに、やるべきタスクを KPI で設定をしていって、 で、そこで、ま、自分が、例えば、弱点だなと思う部分を、メインとして、この実践化を通じて、確認の場として、ぜひ活用していただくっていうふうなね、サイクルで、この実践化をぜひ活用していただくとですね、ま、より、あの、効果的にですね、あのー、最高の結果を得られるんじゃないかな、というふうに思いますので、ぜひね、え、こちらね、まあ、考え方の部分ですけども、まあ、活用していただきたいすごい嬉しいな、というふうに思います。